はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回も、第3のビール。サントリーの円熟の秋。深くまろやか限定醸造。秋シリーズですね。贅沢長期熟成。アルコール度数 6%。高め。だいたいみんなあれなんだよ。高めなんだ。天然水 100% 仕込み。原材料が発泡酒、麦芽とホップと糖類。あとスピリッツ、小麦。で、天然水 100% 仕込み。あと原材料となる発泡酒において、焙煎麦芽を一部使用し、限定醸造を長期熟成しています。当社、主要新ジャンルに比べ、熟成期間の基準を3割長く設定しています。とかね、いろいろ書いてあります。さすがサントリー。とりあえずなんかそういうなんかこう、ね、細かいなんか設定はしっかりしてる。本当かどうかわからんけど、ね。まあ飲んでみて、ね、美味しければそれ何の文句も言わないです。まあ、先ほどクリア朝日を飲んだ後ですけど。ねえ。さあ、美味しいか。そんじゃ、乾杯。うん。あ、クリアサヒに比べたら全然まろやか。味が。甘い。甘いわ、なんか。若干甘い。糖類使ってるから。糖類使ってるからですかね。うん。クリアサヒは糖類使われてないもん。こっちは、発泡酒、麦芽とホップと糖類って書いてあるから、糖類使われてますね。うん。若干甘めです。若干っていうか結構甘め。甘めですね。うん。いやー、最近寒くなってきたね。もう今25度だけど。結構、まあ今パンツと、あれですかね。肌着1枚ですか。結構寒い。寒い。ただ風味があんまりないな。まろやかで口当たりが柔らかいんだけど。なんか。まあ、喉越しはない。喉越しは弱め。で、風味もあんまり、香りもあんまり弱いもんな。で、味もなんか、うん。別に大してしないですね。あらら。8月の18日限定発売。焙煎麦芽一部使用。ローストさせた焙煎麦芽を一部使用し、深く香ばしい味わいを付与しました。贅沢長期熟成製法。焙煎麦芽を一部使用するとともに贅沢長期熟成製法を採用し、深くまろやかな味わいを実現しました。贅沢長期熟成製法とか、わけわからん名前をつけるけど、ほんとサントリーってなんかさ、やけにさ、こうなんかプレミアム感をやけに出す。やけに出してくるけど、前面に押してくるけど、なんか、それが引っかかるんだよ。逆にちょっとこう、引っかかるんですけど。
言ってもそんなに美味しいってことはない。やっぱクリアサヒの方が美味しさっていうか風味も強いし、風味も強い、喉越しも強いし、全体的になんかあれだね、なんか残念なことになってる気はするねそんな感じがするあーでも今日であれか夏休みが終わりですね。いやー、まあ夏休みもうなんか夏休みね、まあ、社会人になってみると夏休みって言うけど別にいらないな夏休み。俺別に、休みなんて連休が2連休あればもう十分だもんな。逆にその2連休以上あると、まあ休み、あんまり連休ね、個人的に連休があるよか、こうまちまちにこう1日おきぐらいにこう休みがあった方がむしろありがたい感じはあるね。こう一気に連休とか4連休とかいうか、そのまちまち分散した休みがあった方がいいですね。4日連休とかはね、お盆だと、お盆が3日連休だったっけ？お盆に3日連休があったんですけど、暇、もう2日目ぐらいからもう、特にやることがなくて、暇すぎてもうずっと寝てましたからね。本当に。もうゲームも、なんか、そんなに、そう、ゲームも確かにやるんだけど、最終的にこう、ずっと同じゲームばっかやってたりすると飽きてくるじゃないですか。で、今ハマってたゲームがもうずーっとやってたらもう飽きてきて、もういいやみたいな感じになるでしょ。で、他に特にやりたいゲームもねえしなってなって、じゃあどうすっかなってなったらもう寝てた。もうずっと寝てたからね。一体何だったの？もう2日目と3日目ほとんど寝てたからね。休みとは一体何だったのか。本当に自分ながらもなんか、我ながらなんかバカな、本当無趣味なやつは本当にクズだなと。クズだなっていうか、自分的にね、どっかほら旅行行けばさ、3連休とかさ、お前彼女とかがいればですよ。ね。彼女とか友達がいれば、まあそこら辺は連休さ、遊びに行ってさ、どっかさ、旅行とか行くわけじゃん。もう彼女はいない、友達はいないってなるともう、やることないよね。本当に。マジで。もうなんか、仕事してた方が、仕事して、ね、稼いだ方が、まあ、マシだった。暇つぶしにもなるさ。仕事っていわゆる暇つぶしみたいなもんでね。ぶっちゃけ。俺のやってる仕事は、会社ほんそんなに、忙しくないから。ねえ。まあ他の、その、ねえ、誰かとも話せるし、暇つぶせるし。まあなんだかんだ言って、仕事してた方が良かったなと。特に趣味がゲームぐらいの人間だと、本当にネットとゲームとかになると、もう、
ね。もう最終的に飽きても寝るからね。いやー、ひどい。ひどい人間になったもんだなと。まあ、学生の頃はまだね。まあ言うても学生の時も似たようなもんだったか。だって、授業中もずーっと毎日寝てたからね。で、寝て起きて、ノート取って寝て、起きてノート取って寝て、これ繰り返し。だから授業中の半分ぐらい寝てたんですよ。毎日。だから、とりあえずノートは取ってたんで、で、一週間前ぐらいになって、テストの一週間ぐらい前になって、こう、勉強をブワーやって、成績は良かったんですけど、まあ、低変更だったんで、もうみんないわゆる就職だったんですよ。進学するやつおらんかって、ほとんど。まあ、ほとんどってこともないけど。俺のクラスは本当に一番の底辺だったんですよ。なんか、こう、クラス分けで、やりたいことによってクラスが分かれるシステムだったんですけど、いわゆる進学コース、就職コース、みたいなので分かれるんですよ。大体の場合。進学コースが2クラスあって、就職コースが1クラスだった。だから、結局のところ、就職コースって頭の悪いやつばっかり集まるから、もうガチの頭悪いやつばっかり。なんだっけな。5教科中5教科赤点の人間おったからね。合計点、5教科の合計点100点未満の人間おったからね。で、5教科全部赤点なんですよ。っていう人もおりました。で、担任の頑張りでなんとかし、いわゆる、就職は、進学させて、みたいな、就職はできたみたいですけどね。追試で、夏休みとかも普通に追試の日々だったみたいですけど。確かそれが2年の時、いわゆる1年、高校1年の時、俺ら、1年の時はまあ普通だったんですけど、で、2年からクラス替え、2年でクラス替えがあって、で、それでもう2年の時点で進学か就職か、どちらかに大体分かれる感じで、もう3年になったらもうその、2年のクラスと同じ人間が、こう、集まるっていうか、いわゆるクラス替えがなかったら3年になって、3年になったらクラス替えじゃなくて、もう2年のそのクラスが、ただ全く同じ状態で、人間が同じ状態で、3年になる。でね、一人ね、2年から3年になるときに、確かもう、いわゆる欠席ばっかりしてて、授業日数が足りなくて、結局、浪人になったんですよ。で、浪人になったやつって大体辞めるんですけど、で、その人辞めたんですよ。で、だから、一人、その人を辞めて、だからもう、俺らのクラスだけだったな、辞めた人間の。あとみんな普通に授業、来てたから、来てたっていうか、いやいや来てたからギリギリまで。確か3分の1来ないとダメなんですよ。いわゆる365日のうち、まあ3分の1来ないとダメみたいな。だったか、授業日数の3分の1来ないとダメだったか。みんなそのギリギリまで休んでたんですよ。もう3分の1ギリギリぐらいまでみんなして。もうみんなして休んでたから。どんだけ。どんだけ底辺なんだよっては、いう話ですよ。本当に。
でも俺はもう毎日来てましたからね。俺はもう就職コースにしては珍しいほどの有料学生で、本当に有料学生だった。だからそのクラス本当に恐ろしいからね。うん。でも驚愕だったからまだいいけど、噂によると本当に底辺の女子校とかなるともうものすごいらしいですよ、あれ。なんか、聞くところによると、もう、女子校ってすごいらしいじゃん。しかも、底辺の。もうスカートがそこら辺に干してあったりとか、生理用品とかが、そこら辺に、ね、使用済み生理用品がそこら辺のゴミ箱に捨ててあったりとかって聞くけど、驚愕だったからまだいいけど、危ねえ。ああ、危ない危ない。男子校はまだいいらしいですよ。男子校はね、まだいいらしいけど、女子校はほんとひどいらしいから。マジで。だから俺はほとんど休まなかったな。まあ、風邪ひいて休んだ時はまあ多分1年に1回ぐらいはあったのかもしれないけど。休んだ記憶ないもんね。で、ちなみに通勤っていうか通学に1時間ぐらいかかってたからね。確か。1時間半ぐらいかかってたのか。遠かったね。うん。で、まあ、とりあえずね、そんな感じで底辺の、高校に行ってたわけですけどね。まあ、それでもやっぱ夏休みって、言うてそこまで、遊んだ記憶もない。ですよね。そんなに。もうとりあえず夏休みの宿題ってあったじゃないですか。あれをもう夏休み前に終わらしてたからね。だいたい夏休みの宿題って夏休みの一週間前ぐらいに配られるんですけど、もう俺暇だったんで全部やったんですよ。夏休み入る前に。その一週間の前ぐらいに、その夏休みが始まる一週間ぐらい前に配られるんですけど、その間の一週間で全部終わらして、あと俺、悠々と夏休み過ごしてましたけど。もう毎日堕落してたからね。ああ。ね。もうだって授業中にその夏休み宿題やってんのよ。もうとりあえずノート取って、もう先生の話全く聞かないで、とりあえず、黒板の、やつだけ全部書くんですけど、書いて、で、先生が話してる時とかに、暇の時に、もうその宿題を、もうここに普通に、ここでやって、机の上でやってて。で、それを毎時間やってて、もう、それで全部終わらして、おっしゃー、みたいな。夏休み、毎日遊べるぜ、みたいな感じでやってました。高校の時は。本当にそんな感じ。まあ、でも言うてね、本当に底辺のね、ところはすごいらしいから。まだ底辺って、まだ、あれだからね、俺の言ってたところはまだそこまで底辺ではないけど、まあそれなりに底辺だったからね。ガチの底辺だと、大学で底辺らしいっていう、話があるんですよ。本当に大学でね、大学の底辺で、底辺校って、いわゆるエフランですけど、エフラン高校は、で、高校じゃない、エフラン大学って本当にすごいらしくて、中学生の英語とかを、I like beer とかを、I like pen とかを、This is a pen とか、そこら辺のレベルを、教えるらしいです、大学って。超エフランの
Z ランぐらいのレベルになる、と。それを教えるらしいですから、ね。僕は本当に。一体何のために大学行ってんのって言うと、結局、まあ、学歴、一応大学行ったっていう学歴が残るから。だとは思うんですけど、まあね。まあ、それでも1年100万円以上かかりますからね、大学ってね。ということで、これはコクはあんまりないな。甘みは強いけど、香りもそんなでもないし、コクも香りも、全然ないですね。これはなんか、コクはまだ、一般的になんかあるけど、香りもそっけないし、風味が全くない。3422で少しありがとうございました。